こんにちは、ごまおです。本日はですね、米国高配当株 ETF 投資、そしてもう一つインデックス投資っていうね、この二つの投資法、これを両方やる三つの理由ということでお話ししていきたいと思います。ごまおはね、これ両方やってるんですね。で、これ両方やることでメリットがあるので、そのことについてお話ししていきたいと思います。この動画のコンセプトは、あなたのお金に関する不安を消したいというごまおの思いを具現化しております。お金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。 この動画を見るべき方はね、この2つの投資法の選択判断材料になるかなと思います。それぞれのメリット、デメリットがね、えーまあ、整理してね、えー、解説しますので、それがわかると思います。で、ごまが両方やる理由っていうのがね、えーまあ、3つ厳選しましたので、これ、詳細にお話していきますので、わかると思います。で、この動画を作ってるゴマんの属性なんですけども、30代の男性で、えー、妻と子供2人がおります。地方転勤した中小企業会社員で、2016年より投資を開始しています。 で米国株、イデコ、ニーサー仮想通貨などを通じて投資しているという次第でございます、えー。それでは参りましょう。えー、後配と株 e t f と、えー、インデックス投資。これ両方やるっていう、ね、理由なんですけども、3つ挙げてみます。両者のデメリットを補完し、長期投資を継続するためっていうのがまず1つ目の理由ですね。この長期投資っていうね、えー、これがポイントですね、えー。これなかなか大変なんですよね。長期投資をずっと継続するっていうのがね。これはもう精神的なお話になってきますけどもね、ここ大事です。で 2番目、日本円と米ドル建ての両方の資産を持てるってね、これも非常に重要です。えー、日本人の僕らは日本円が必要だけどね、えー、やっぱりね、この人口も増えているし、あの、経済もね、えー、やっぱ中心になっている米ドルっていうね、えー、米国のお金ですね、この米ドル建て、両,両方で、えー、資産を分散して持てるっていうね、このメリットがありますね。で、3つ目、出口戦略のバランスを保てるっていうね、えーまあ、長期で投資するっていうことをね、目標にしてますけども、じゃあね、 その長期で投資した後、自分がね、まあ、老後とかになるのかな、その老後とかに、あのー、どうやってこの資産をね、えー、使っていくのかっていうね、その出口のことを考えた時に、えー、これね、一方だけだと、まあ、それぞれね、デメリットもあるので、そのバランスを保てるっていうのがね、ごま,まの見解なので、えー、そのお話ができるかなというふうに思います。で、後輩党株投資とインデックス投資、まあ、どちらか一方だけしか行ってな ってないいって方もも多いと思うんですけども、まあ、別にえそれどちらかしかやってないよっていう投資方法を特には否定するつもりもなくて僕はたまたまね両方やってるっていう感じですねまあ、両方性質の違うものをやるわけですけどもまあ、僕は最初ちょっと触ってみて、えー、まあいいと思ったほどっちかに集約しようかなとも思ったんですが、まあ、結局56年の資産運用した結果両方をこのまま継続して行うう っていうスタンスに落ち着きましたので、その方法をまあ、僕なりのね自論をあのお話しするっていうねそういう場にしたいと思います。はい、それでは参りましょう。まずは一つ目、両者のデメリットを補完し長期投資を継続するためっていうのがまず一つ目の理由でしょ。これどういうことかっていうと、まずね長期投資をしたいんですよ僕はね、これを継続したいとまあ、長期的に。 僕は人生をね、え、豊かにし、豊かにしていって、まあ、精神的に安定していきたいということですね。で、まあ、短期で投資するとね、まあ、もちろん、あの、リスクがめちゃくちゃ大きくなっちゃうんで、え、1ヶ月後にね、え、今の資産を倍にしようとかね、そういう投資をメインにするつもりはもうとなくて、え、20年とか30年とか長い期間をかけて、徐々にお金を増やしていくっていうね、え、ただ貯金ね、え、預けとくだけじゃ、あの、増えないですから、こうやってお金に働いてもらうっていうのを、まあ、効率的に行うために 長期投資をしたいといとう話なんですけれども、えー、その時にま,あまずインデックス投資っていうのがね、えーまあ、一つ候補に上がってきます。アメリカの、ね、S&P500 とかに連動する投資信託を買って、ねえー、自動的に積み上げていけばあの楽なんですけどね、月に何万円分、この、えー、例えば楽天 VTR を買うとかね、えー、やっとけば非常に楽なんですけど、それって結構ね、つまらない作業だったりします。実際ね、自分で何もすることがない。一度 その銘柄に対してずっと調べ続ける必要もないし、えー、ただただ淡々,淡々とね、積み上がっていき、えー、まあね、調子が良ければ、どんどん含み益が増えていくんですけども、実際にそれって含み益なんですよね。 えー、そっから実際にその自分が利益を得るためにはあの投資人宅を上がったところで売却して、えー、それでお金にして手に入った時に、えー、ようやく実感が得られるっていう感じなんで、えー、含み益が増えていってもね正直ねうんちょっとね微妙っていう感じはしますね、はい、ただその一方ね その配当金投資っていうのがね、あるんですけども、これはまあ、ちょこちょこ配当金がもらえるっていうタイプですね。特に僕は米国株 ETF、VYM とか HDV とか SPYD っていうね、えー、こういう、あのー、結構高配当はもらえるタイプの しかも ETF なんて分散が効いてるっていうタイプのものに投資してますけれども、これはね、やっぱ配当金がもらえるっていうのがまあ嬉しすぎるんですよね。しかも VM、MM、とかだったら、毎年ね、3月、6月、9月、12月って年に4回もあの配当金がもらえるんで、ちょこちょこもらえるんですよ。で、これね、すごく嬉しいんですよね。これ,これをちょこちょこもらえると、投資って楽しいなとか、続けたいなっていうふうに思えるんですよ。で、この長期投資をね、継続するためのまあ5本。 交尾をちょこちょこもらえるというメリットがあります。 ただちょっと悪い面もあって、あの、まあ、ハ金がもらえるってことは、その時にその都度課税されちゃうんですよね。配当金もら、お前もらったんだから、あの、国にちゃんとね、えー、税金を納めなさいよってね。しかも米国株のやつだと、日本と米国両方に、あの、課税されるので、ちょっと効率悪くなっちゃうんですよ。で、インデックス投資だと、この部分がないので、配当金があもらわずに、あの、どんどん、あの、再投資されていって、 えー、パフォーマンスがどんどん上がっていくので、インデックス投資の方がパフォーマンスがいいんですよ。トータル的にね、トータルリターンとか言いますけど、がいいんですよね。えー、だこっちを取ると、まあ、配当金もらえるのがつまんないんだけど、パフォーマンスの鬼になればね、こっちの方がいいんですよ。ただ僕はやっぱり配当金もちょっと欲しいと。 <laughs> やっぱりね、その都度のご褒美がないと、やっぱ続けられないと長期投資。ちょっとつまんなすぎて。っていうのがありますと。だから、どちらかだけだと、継続が困難だと判断したので、これ両方ともね、まあ、やっといて、えー、やればいいかなというふうに思いました。はい。で、まあ、どちらかだけだとね、まあ、帯に短し、タスキに流しっていうね、えー、流しの字はちょっと違いましたね。すいません。<laughs> 流れちゃうね、これじゃね。えー、もっとな、長さのやつですね。あの、レングスの方ね、長い、長い。 え方、ー、ですけどもまあ、こんな感じでの理由で、えー、僕はねえー、両者のデメリットを保管できて長期投資を継続できやすいのかなというふうに思ってます。でちょっとせっかくなんでえー、後輩と 株投資のメリットデメリットとあとインデックス投資に関してもねメリットデメリットちょっとまとめてみましたのでそれをご紹介しておきます。えー、高配当株 ETF のねこの投資のメリットっていうのはねこれがあ大きいですね配当金が定期的にもらえるっていうのがこれがでかいですね。先ほど言った VYM、HDV、えー、HD SPYD とかはね、えー、年に4回も配当金がもらえるしかも高配当株たちですからちょっと多めにもらえるんですね3%とか4%のね配当利回りでまあ、えー、SPYD とかだったらもうちょっともらえるね。 も高いんでねね、えー、らえます、ねはい、っていうのがめちゃくちゃ美味しいっていうか、おはおはあの嬉しい。本 <laughs> 当にご褒美って感じですね。それがもらえる。で、その配当金のいいところはこの、このね、リタイア後の不労所得っていうふうにもカウントできるってことですね。 不労所得っていい響きですよね、えー。みんな大好き不労所得。あの、労働せずに得られる所得なんですよ。で、これに一番近い性質を持ってるのが、あの、株式の配当金だと僕は思ってます。あーなぜかというと、まあ、配当金っていうのは、まあ、一度銘柄選んじゃえばね、それを持ってるだけでずっと定期的にもらえるわけじゃないですか。で、えー、基本的にそんなにメンテナンス必要じゃない、必要ないと思います。ETF に関してだったら。 はいえーまあ、基本的にまあその株価が下がったらまあ買い時だし、あの上がった株価が上がってたらまあ別に何もする必要ないですし、みたいな感じなんですよ。で、あの他にもね、まあ、不動産所得とかもありますけど、まあ、家賃収入とかね、あれも不労所得かなとか思うけど、でもああいうのはまあなんか空室リスクがあったりとか、あの空室になったら、ね、広告費出さなきゃいけないとか、の修繕費の費用がかかるとかね、結構、その メンテナンスにすごく時間がかかるし、なんか事業性が高いですよね。はい。じゃなくても株式投資だと、まあ、衝撃口座開いてね、そこにあの資産を置いとくだけなんで、えー、まあ結構楽チンかなっていうね。えー、結構、あの、まあ、メンテナンス必要っちゃ必要だけど、ETF とかだったらリバランスもする必要もないし、あの、非常に、あの、メンテナンス楽に持てるから、あの、非常にいい収入かな、収入源かなと思いますね。はい 最後、この3つ目もね、これもすごくいいメリットかなと思うんですけど、株価暴落率より、えー、配当金の暴落率は低いっていう性質がありまして、これどういうことかっていうとね、例えばあのリーマンショックみたいなあ大きな株価の暴落があるときがあるじゃないですか、えー、で株価があの半分になりましたよ、ね、えー、その50%減。 みたいな状態になったとしても、その銘柄の配当金の暴落率っていうのは、例えば25%ぐらいに収まったよとか、暴落率がね、株価は50%下がってるのに暴落、配当金の暴落率は25%くらいにお落ち着いたとか、そういう、そのね、 株価自体よりは低いっていう性質があって、えー、これがね、結構、これまあ、銘柄によっていろいろあるけど、まあ、ETF にしとけば、あのー、まあね、あのー、個別株と違って、その倒産するっていうこともないし、あのー、こっちの方がね、えーえー、なんていうか、 あのいいですよね。はい。株価暴落率より配当金の暴落率が低いっていう、その、これはまあ事実としてあるので、えー、これがまあ、あの、まあ、歯止めになるっていうかね、えー、ちょっと、まあ、売りたくなっちゃうんだけどね、株価暴落が起きたときってね。えー、でもまあ、配当金ももらえてるし、まあ、もっとくかみたいな気持ちになりやすいかなというふうに思えたので、まあ、これはメリットとしてカウントしておきました。で、続きまして、まあ、デメリットもね、やっぱりあるんで、それも解説し,しておくと、 こんな感じですね。えっ、ー、と、配当金受領時に課税される。これはまあ、ちょっと。 正直痛い,いという感じですね。しかも、あの、米国株の ETF とかに投資していくと、あの、米国と日本の両方に課税されちゃうんですね。えー、二重課税っていうのもありますけれども、で、実際にもらえる額の、まあ72、72%ぐらいしかもらえないことになります。はい期としてちょっとね、なんか思ったより少ないなって思うことが多々ありますけれども、はい。ただまあ、それはしょうがない。えー、まあ、ただ一部ね、あの、外国税額控除っていう、あの、システムを使えば、まあ、確定申告の時に、 のち後,後々ですけども、一部取り戻せるっていうシステムありますけどね、えーまあ、このハイトキーもらえる瞬間は結構多めに課税されちゃうので、えー、ここがまあ注意点と。 ということがあるとです、ねまあ、いちいち配当金をもらうごとに課税されちゃうということがあると、これが、ね、福利の力が発揮しづらいことになってしまうんですよね。で福利の力、福利って何かっていうと、利息に対しても利息がつくよっていうシステムですね、簡単に言うとね。えーねえーまあ、100万円 で、投資してて、じゃあ5、5%のおーね利息がつくということで、まあ、1年後には105万円になってますね。で、2年目はそのまま持ってると、105万円に対しての,あの5%がつくので、次は110万円以上のお金になっていくと。で、それが毎年、毎年続いていくと、どん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 膨れ上がっていくよっていうね、上昇カーブがね、グーンとね、 登っていくっていう力になります。それがね、えー、どうしてもこの配当金ごとにね、あのー、課税されていくとパフォーマンスが落ちるんですよ。ね、これがインデックスファンドだと配当金が出ないので、えー、そのぐん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 っていう伸び率がね、どんどんすごく良くなっていくっていうメリットがあるんで、ここら辺がね、配当金としてだとデメリットです。で 基本的に、高配当株投資の買い方としては、この3つ目、株価が下がったときのスポット買いっていうのが基本だと思うんですよ。基本的にこの株価がが下がれば配当、 利回りは上がるので、えー、そういう時に買うのが基本なんですけど、まあ、それってむずいんですよ。あの、株価が下がった時に買うっていうね。えー、で、株価が上がった時に売るっていう、そう、まあ、基本はそうなんですけど、そんなことみんなができたら、それは話は簡単だよっていうね。それができないからみんな困ってんじゃんって。いつ株価が下がるかなんてわかんないんだからっていうね、えー。だから基本的にむずいというね、あのー、性質がありますと。はい、いうことでね。まあ、常にウォッチしてみたいな。あれ、今、安そうだなってね、えー、思った時に買うんですけど、 ですけどもまあ、自分が安そうだなと思ったときに買うんだけどお、それが別に安くはなかったりとか、あのーねえー、そこからなんかもっと下がったりなんて全然ありえますからね、そこら辺の判断はちょっと大変かなっていうのがデメリットの一つですね。はい、で、えーと、インデックス投資のメリット、デメリットもちょっと見ていきましょう。 で、この時のね、インデックスファンドっていうのは S&P500 連動型を想定しております。まあ、これが一番有名だし分かりやすいし、えー、ということでね、えー、まぁ、あ、ちょっと日経平均とか、あの、トピックスとか日本のね、えー、インデックス、日本の指標っていうのも、まあ、インデックス投資に に含まれるのかもしれないですけど、まあ世界的にはこっちのほうがメジャーだし、えー、ちょっとパフォーマンスが全然違うので、ね、日本株と米国株じゃね、S&P500 に連動するっていうのはまあ想定してます。ここら辺のお間違いはもう僕の他の動画見てもらうか、まああとは両学証とかの動画のほうがわかりやすいかなと思うので、まあそっちで見て勉強していただければと思います。で、まあ S&P500 があのインデックス投資ということで想定して話しますけれども、まあ、メリットとしては では定期定額自動積み立てが可能で始めやすいってことですね。毎月3万円分の楽天 VTI を買うとか。 そういうことができて、それを一度設定してしまえば、もうずっとそれが続いていくっていうね、そういうシステムになりますね。で、しかもそういう銘柄は、積立 NISA とか IDECO っていう非課税枠が使いやすいんですね。まあ、ここで使えば、あの運用益に対しても非課税になったりするっていうメリットがありますので、こういうのもね、ガンガン使ってね、えー、やるというのがあいいと思います。その v y m とかをね、積立 NISA で買うことはできないので、IDECO とかでね、買うことができないので、 こういうところですね、投資信託を買うのも使った方がいいと思います。で、仮にね、S&P500 っていうものに、の連打型の投資信託に15年以上積み立てれば、パフォーマンスは常に6.5%以上もらえるっていうね、これはデータ的に出ているので、まあ、このデータがね、みんな知っているので、この S&P500 な,なんですけど、これに積み立てる人が多いっていう、まあ、非常に人気ですよね。その、まあ、正確にして違うけど、楽天 VTI っていうのも S&B400。P ほぼ SP500 と同じパフォーマンスを出してますし、えー、あとはインマキシスリム s l s p 5 0 0のインデックスファンドもあるし、えー、SBI 証券だったら SBI ヴァンガード SP500 っていうね、えーまあ、ここら辺の銘柄から選ぶのがいいかなというふうに思います、えーでまあ、楽天 VTI とかだったらあの楽天証券で楽天カード払いで、えー、買う積み立てることができますねでそういうのを 楽天証券でやると楽天カード払いができて、えー、ポイントもらえちゃうんですね。5万円積み立てると500ポイント、1%の500ポイントがもらえるとかね、そういうメリットがあるので、結構おいしいですよね、えー。そういうメリットがめちゃくちゃあるので、まあ、ここら辺が優位な点ですね、インデックス投資のね。で、インデックス投資もやっぱデメリットがあって、えー、まず一つのキャッシュフローがないということですね。これがだから配当金が出ないということなんで、えー、と、まあ、 ね、常にあのパフォーマンスが良くて、どん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 含み益が上がったとしても、その含み益ってやっぱ売却しない限りは、自分の手元にね、えー、使えるお金としては入ってこないっていうデメリットがあります。だからそれをずっとね、20年も30年も続けた時に、い一銭も入ってこないのに続けられるかっていうね、そういう精神的な、あのー、ハードルがあると思います。あ僕はね、えー、そこがちょっとつまんないな、みたいなね、えー。せっかく儲かってるのに、その儲かった感じをもっと浴びさせてくれよっていうふうに 思っっててしまうっていういね、えー、そういうのがあるので、僕はね、えー、ちょっとこれだけをやるっていうのはきついなっていうのは正直思いますね。であとは取り崩す時の心理的ハードルが高い。だからその結局 そうい、いつか切り崩さなきゃいけないんですよね。えー、じゃあ、まあ、20年、30年後の、まあ、じゃあ、65歳とか70歳になった時に、えー、じゃあ、いざ、あの、切り崩しましょうという時に、えー、せっかく増えたのにね、えー、そこから、じゃあ、いくらぐらい、あの、切り崩せばいいんじゃいとかね、考えなきゃいけないし、結局、だから、その、考えなきゃいけないんですよ。だから、判断をお、先延ばしにしてるっていう側面もあるのがインデックス投資かなというふうに思います。 まあここら辺はあのー、4%ルールっていう感じで、まあ、常にその資産の4%ずつ切り崩した方がいいんじゃないですかっていうねそういう、あのーまあ、理論っていうかそういう説がまあ有力だし、まあ、一番有名なんでみな、まあ、皆さんはそうした方がいいんじゃないかみたいな出口戦略としてねそういうのがあるんだけど、まあ、実際本当にその時にそういうことできるかっていうとちょっと自信ないなとかちょっとあんまり先の未来のことすぎてねちょっと想像が つくのがちょっと想像しづらいなってう思う側面が僕は高いんでちょっとシェルネリ的なハードル高いなと思ったんですよね。でさらにこれまあ続きみたいになるんですけどそのねいざ売却する時にじゃあ暴落があったらとなんか経済危機なんとかショックみたいなのが起こってて、えー、せっかくね今まで含み益どんどん増やしてって、えー、元本より2倍3倍 4倍っていうね、大きな額になってたのに、いきなりガンって下がって半分ぐらいになっちゃって、実際、まあ、元本ぐらいになっちゃったよ、みたいな、っていう可能性もあるじゃないですか。そんなの、だって、わかんないですよ。いつこれが起こるか。あのね、ちょうど重なる場合あるかもしれないですじゃないですか。で、そちょうど重なった場合って4、4%ルールって本当に適用されんで、適用してて大丈夫なのっていうね、そういう心配がどん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 膨れ上がってきちゃうんで、結構、 あのー、先の未来までちょっと不安に思っちゃうタイプの人はここら辺結構厳しいんじゃないかなってこのデメリットってね、えー、ふうに思ってしまうんですよだからこれを、ね、インデックス投資にね全力投資するっていうのは結構、えー、厳しいつらいなっていうこういうね、あのー、15年以上積み立てればポンさん6.5%なんじゃいいっていうねあのー、これにずっと これを信用し続けることができますかあなたはっていうところなんですよね。はい。僕はちょっと、ちょっと不安。<laughs> まあ、ここら辺のデータがね、一番信用できるから、まあ、確かにそうなんだろうけど、そうなんだろうけど、みたいなところはすごくありますね。だって、本当にこれが今後も続くのは、過去のデータ事情ね、6.5%っていうのはそうなのかもしれないけど、本当に未来、永劫、これが続くなんて誰もわかんないんですよ。誰も神様じゃないんだから。ね、わかんないんで、うっていうことがありますよっていうのが、ここら辺ですね。はい。 ちょっと長くなっちゃいましたけどね、えー、まあこういうメリット、デメリットがあるから、まあ、それぞれは、ね、保管できるって意味でいいんじゃないかなと思います。で、2番目の、ね、日本円と米ドルだっての両方の資産を持てるっていうメリットですね。これも、あのーまあ、ちょっと今までの話長くなっちゃったから、ここら辺サクッと話しますけど、えー、とまず米国高配とか VTF、v i m とかのね、えー、などのパフォーマンスって日本株に比べたらめっちゃいいんですよね。えー、まあ日本の経済はね、もう人口もこれから減るし、もうこれから人口も も増える米国と、まあ、世界の、ね、経済の中心になっている米国とで比べちゃうと、も米国株にね、突、え、出、ー、する一択かなって思います。あのーまあ、日本株でもね、JT とかオリックスとか、あ,あとは商社系とか、みずほ銀行とかね、まあ、ああいうのに分散して後輩と株やるのもいいんだけど、あのー、こういう VIM とかみたいなので、ね、資産持っとくと、その保有資産分 もうそうだし配当金もも米ドルででらうことになるんですよだからドル建てで資産を持つという扱いになるわけで、えー、これがまあ日本だけに集中投資するっていうよりかは、まあ、米国の米ドルで、ねえー、投資し得おっていうのも、まあ、自分の資産をね替あのーあのー、分散し得っていうのでいいと思います。でただ一方ですね ドルだけでもしょうがないと僕は思うんですね。僕は生活費をまあ日本に住んでて日本円で払っているので、まあ米ドルばっかり増えてっても。 それはちょっと違うかなと。円、円でもやっぱりちょっと欲しいなっていうのがあるんですよ。えー、そういう時に、まあ、日本籍の投資信託ですね。まあ版の、SBR 番号で S&P500 でもいいし、EMAX Slim の米国株、S&P500 でもいいし、あと楽天 VTI とかでもいいんだけど、えー、これなら、積み立 NISA とか E でこの非課税枠で保有できるし、さらに日本円建てで保有できるんですよ。日本円建ての資産として保有できるんですよ。まあ、この、ちょっとややこしいんだけど、米国に投資しつつも日本円建てで保有できるっていうメリットがある でねえー、これの日本円で、えー、日本に住む僕は日本円って使うので日本円で、えー、もうね日本円で換金できるっていう状態も保ちつつ、えー、パフォーマンスのいい米ドルでね、えー、資産を持ちつつっていう状態に僕はしときないなっていうねそうい,い,いいとこ取りおいしいとこ取りで、えー、いたいっていう理由があるのでまあこういうね、えー、両方と 共の投資をやっていいるととうことになりますねやっぱどうしてもね、あのー、米国だけにしといてもまあいいっちゃいいんだけどこの配当金もドルでもらうじゃないですかじゃあそのドルを配当金もらったドルをあの使おうと思うと一旦 A に変えてで生活費とか払うわけじゃないですかそうなると為替のリスクが発生しちゃいますよね、えーまあ、今1ドル110円ぐらいだとしてもなんか、えー、急に1ドルあの80円ぐらいになっちゃうかもしれないじゃないですかそうなるとなんかあのー、為替負けしちゃってなんかそうなると してる感じになっちゃいますよね、えー、だいちいちその為替のリスクが発生するっていうのもちょっと嫌なんで、えーまあ、レートがいい時にそのドルは円に変えたいじゃないですか。あーそうじゃない時はまあこっちの投資信託を切り崩すっていう方でもいいかなとかね、そういう判断ができるっていうのはで,でかいですよね。選択肢が自分の中で増えるので。 あのそういう意味でいいかなというふうには思いますね。はい。で、3つ目の理由として、これですね、出口戦略のバランスを保てるっていう感じですね。え、やっぱ出口ね、え、やっぱ未来不安じゃないですか。<laughs> 未来ね、じゃあ、投資を頑張ってずっとやってってね、え、最終的にどんな感じで切り崩すとかね、え、どういう感じでその資産を使っていくのかっていうところなんですけど、米国系コア当イト株の配当金は、基本的にはね、あの、再投資で、あの、また米国株に 投資して増やしていくっていうのでいいと思うんですよ。あの米ドルをいちいちね。日本円に。えー ねえー、交換していったら、まあ、為替のリスクがあるし、えー、っていうのもあるから、基本的にはこのスタンスでいいと思います。で、定期的に配当金が出るっていう、その事実だけでいいんですよ。その中、出る安心感っていうのももらえるし、そこで不労所得を得てるなっていう、すごいその感覚を得ることができるその感覚、めっちゃ大事なんですよ。やっぱその感覚ないと、あの長期投資続けていくっていうことがね、すごく、心的ハードルが僕は増すと思ってるんで、それをね、えー、なくす っていいう意味ででいいと思うんですねで一方、インデックスファンド。これはですね、これ出口的にはまあ4%ルールで切り崩すっていうのがまあ一般的なんですけど、えー、これで日本円をゲットできるわけですよね。 でもし暴落みたいなことが来ていれば、無理に崩さないっていう選択もできるんですよ。その時は米国株の配当金を、あーまあ、為替リスクがあるにしろ、まあ、日本円に変えて、そこれを当てればいいっていうね、そういう判断ができる、選択ができる、これによってバランスを保てるっていうことがあるので、えー、これはね、あのすごくいい,いいバランスを保てるんじゃないかなというふうに僕は思いますというね、えー、これが3つ目の理由っていうことでした。 はいえーまあ、こんな感じが、まあ、以上3つだったんですけど、まあ、さらに心理的ハードルを下げるために僕はこういうことをしてますっていうのもお伝えしておきましょう、まあ、これ投資とはちょっと違うんですけどまずね、えー、1つ目生活費の手こ入れを常にしていますね、えー、結局、まあ、生活費が少なくなれば、まあ、少ない、えーね、そのお金です、あのー、過ごせるってことなんでいろいろやってます結局楽天経済圏に入って、えー、生活に 必要なものをなるべくポイント還元率高くしてね、えー、購入することによって、まあ、ポイントでね、えー、さらにまた生活必需品買って、えー、普段使う生活費を少なくしようっていうねこともやってますし、えーまあ、それこそ楽天モバイルにしてみたり楽,楽天電気にしてみたりとかもあるけど、まあ、最近やったので一番大きく買ったのはあのー、家賃の減少っていうのがめちゃくちゃ大きかったですね、えーまあ、会社通行で転勤したんですけどそれによってもないですね なりました社宅扱いなんでえ僕が負担してるのは2割負担なんであのすごく少ない金額で家に住みていますあの4人家族なんですけど、えーまあ、ここら辺も、ね、あの別の動画で話してるんだけど、えー、今月に1万7000円ぐらいしか家賃は払ってなくてすごく美味しいです、えーね、あの余剰資金もすごく増えるので、えー、貯蓄率は 貯蓄率は50%を毎月超えてますということで、えそれは投資にどんどんね、え余剰資金は投資に回せてると。 で、さらに副業で収入をアップさせてますと。まあ、企業案件ゲットみたいなね、えー、動画もまた別に話してるんで、こっちも報告を見ていただきたいんですけども、まあ、平均して月に10万円ぐらいの副収入は得ていますと。これもまあ全額、ね、投資にぶち込んで、えー、資産運用して増やしているという状況です。で、さらに余剰資金中の余剰資金があれば、仮想通貨みたいなね、えー、ハイリスク投資もすることができて、これはまああの結構まあ人生に彩りっていうか味付けをつけ <laughs> するみたいな感じですけど、あのーまあ 現実な投資ばっかりしててもね、正直あんまつまらないさを感じることはあります。インデックス投資とかいいんだけど、あのー、たぶ時にはつまらなさを感じる。もっと刺激が欲しいとかね。えー、そういう時きにまあ失ってもいいぐらいの金額でね、えー、こういう仮想通貨みたいな、まあ、今の時代のトレンドにあったものとかもね、えー、取り入れるってことは大事なことですから、あのこういうのに触ってみるっていうのもいいと思います。これハイリスク投資をしていれば、まあ、今仮想通貨バブルになったので、まあ、僕は結構報われたタイプなんですけど、あの、資産が増えてますのでね。 ののににに投資ししていいいくくととさら面白く人生が楽しめるのかなううふうに思いますやりすぎは禁物ですけどね、もちろんね、えー、ちゃんと自分の、あのー、リスクの範囲で投資していっていただければと思います。えー、じゃあ、そんなお前はどんな感じの資産ポートフォリオンなのかっていうとこんな感じになってますね。僕は毎月一度、あのー、自分の資産を報告しているので、えー、ぜひ他の動画も見てほしいんですけど、こんな感じで今、合計3900万円ぐらいの資産を持ってます。2021年4月30日現在です。 現金はあのー、まあ、持ち家も売却したりして、ね、最近、まあ、転勤した関係で、ね、持ち家も売っちゃったんですけど、それで現金増えたりとかもしたし、えー、米国株、仮想通貨好調なんで、それもどんどん増えていってますと。で割合的には、まあ、米国株と投資信託で合わせて40%ぐらいかな。 はい、でで仮想通貨が、ねまあ、今、爆上げしちゃったんで、これ、割合めちゃくちゃ増えてるんだけど、まあ、これ一部売却して、米国株に回したり、あと現金ももうちょっと割合減らしてもいいかなと思うんで、それも米国株に増や、回していきたいかなっていう思いで読まれます。で、あとは、そうですね、あの子供のジュニア NISA とか、妻が積みたて NISA 始めてくれたりとかしそうなんで、そっちにも振り分けていって、資産を最大化していきたいと思います。 はいこんな感じですね。で、僕は、あじゃあ、その資産運用ど、どういう証券講座とかでやってるかっていうと、こういうところですね。SBI 証券。 SBI 証券では ETF を自動積み立てできるので VYM とか SBID を買ってますと。住市 SBI ネット銀行でえ為替手数料業界最安でドルを入手することができます。で、ドルを SBI 証券に移してそのドルを使って購入すればドル建てで買えるのであの為替手数料がすごく安く済みますよという感じです。で、VYM を例えば1週間に一度一株買う。買う 買いたいいたっていう設定をしとくと、まあ、毎月、あその毎回ね、自動的に積み立てるっていう設定が可能です。これが SBI 証券でしかできませんっていう話ですね。えー、だから僕は SBI 証券使ってますね、えーで。あとは楽天証券もおすすめできてて、それは楽天カードで投資信託の積み立てができるっていうことですね。えー、毎月5万円までだったらあー1%のポイント還元がありますよ。5万円積み立てるんだったら500ポイントもらえるっていうね、えー、めっちゃいい、いい制度がありますと。で、えー、と他にもメリット多数あります。 ましてえー、楽天ポイントで投資が可能ですで。それをすれば楽天市場でのお買い物のが常にプラス1%おー還元率アップということがあります。で積み立てニーサとかイデコもできて、えー、ラインナップも優秀です。で楽天銀行とおハッピープログラムのマネーブリッジが、ねえー、これをしておけば入手金の手間もいらないです。でで日経新聞をただで読むこともできますよっていう,う、ね、そういうメリットもあるので、えー、楽天証券もごまは使っています。SBI 証券の楽天証,証券両方使っています、ねえーで。この回数 講座解説のリンクをこの概要欄に貼っときますので、えー、まだ講座解説してない方はぜひそこからね、えーえー、講座解説してみてください。今日伝えていきます。今回はね、後輩当株投資とインデックス投資両方やってますよってその理由は何かっていうお話をしてきましたね。結局はまあ長期投資を継続的に、ね、続けたいっていう覚えと、ー、出口的にねどう、出口をどんな感じにやっていくかっていうようなそういうことを考えるときに、まあ、両者のね、えー デメリットを補うようなメリットがそれぞれあるので両方ともやっていきたいなっていうことが結論でしたどうだったですかね皆さんもま賛否両論あるかなと思うんですけどまあ、コメント欄でね僕はこうに思うよとかいうのをお伝えしていただければあのとっても嬉しいですね僕もね新しいこの考え方とか学びたいのでぜひねお互い切磋琢磨してお金の問題を解決していき で、まあ、百年健康にね、生きていきましょうよ、みんなでねっていうふうに思いますのでね。これからも情報共有していきたいと思います。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。